デイリービルの山根です。本日は経済安全保障アナリストの平井浩二さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ撮影しているのが14日木曜日。はい。おそらく取って出しだと思うんですが、はい、昨日非常にね、この政界に大きな動きが2つありまして、はい、まず1つ目が内閣改造ですね。ありましたね、そんなのが。はい。大きくないかもしれないです。小波かもしれませんが。小波かな。ぶっちゃけ微妙というか、何も面白くないと言いますか。うん。こんなんで支持率回復してると思ったらもう大間違いだぞと。そうだよ、もうその通りよ。だから全く何かおおってサプライズもないしね、はい、まあ総理大臣が変わる、ね、内閣改造ならおおってなるけれどまあそれがなかったし、まああのメンツじゃないですか。小渕優子さんが予祝につくんじゃないかと思われてましたけど、うん、まあ選対委員長というね、はい、まあ微妙なところで、やっぱね、さすがに昨日かな、はい、BS 見ててね、ちらっと誰かが言ってたんだけど、記者会見で「ドリル」っていう名前、言葉を使うなっていうお触れがね、事前に出たっていうんですよ。だからもうそれだけね、このドリルって、まあ問題で、結局疑惑があって、それをね、その証拠の入ったハードディスクドライブを破壊したわけでしょ、物理的に。でそれに対する総括も反省もなくですよ、ね、それで自民、まあ年月が経ったからね、復権しますと、これはね、国民をバカにしてると思うな、僕は。もう払拭できないですね、そのイメージ。大石といえばドリル、そうドリルといえば大石ですよ。そうだからホームセンター行って牧田とかね、見ちゃうとねすぐ思い出しちゃうんだよね、料理とかね。あとこれ、まあ、評価できる点かどうか分かりませんが、はい、林芳正外相がね、しれっと交代しまして、上川陽子さんになりましたよね。はい、でまあ、誰と比べても、林芳正さんに比べればね、みんなよく見えるっていう話なんですよ。そうですね。上川さんといえば、法務大臣時代に、確かオウム死刑囚をはじめ16人死刑かかった、ね、そうでしたね。その4、5人のイメージなんかもありつつもなんですが、そうですね、外務っていう仕事がね、また法務とは違うと思うんで、はい、まあ、もちろん出だしからね、上川さんを非難する気は全くないんだけれども、まあ、これからちょっとお手並み拝見かなって感じがするんですよね。あまりこう外務省には染まってない感じもするんで、まあ、少なくともね、誰がやっても林芳正よりはマシです。まあマシですね。そうです。あそこはいいポジションに入りましたね。あと防衛大臣がこの木原稔さんだから、自民党にはね、2人の木原がいまして、いい木原と悪い木原がいまして、一般的ですよ、私の感想じゃないですよ、一般的にね、そう思われている人がいまして、木原稔さんはね、非常にこれ安倍さんからの評価がね、高かったんですよ。私は安倍さんにこう期待してる若手の政治家ってどなたかいますかって聞いたときに、真っ先にこの木原さんのね、名前を挙げられてましたよ。でこれからね、まあ世界のね、この安全保障っていうのがますます緊張化していく中で、やっぱ平時と違ってこれからの防衛省の果たす役割ってすごく大事じゃないですか。でそこにね、まあ、安倍さんのこの評価が高かった、木原稔さんの方が入ったっていうことは、これはね、まあ、この今回の改造の中で、まあ、唯一、これは正解かなって思える人事なような気がするんですよね。その前に浜田靖一さんが挟んじゃいましたけども、その前がその岸信夫さんだったじゃないですか。で岸さんも木原さんも、これどっちも台湾とのね、関係を非常にこう重視されてますよね。ある意味、まあ、メッセージになるのかなという。そうですね、それはいいポイントですね。確かにこれから台湾とのパイプってね、まあ、台湾侵略が近づけば近づくほどですね、まあ、台湾とのパイプっていうのはきっちり強くしなきゃいけませんからね、これは非常に良かったと思います。といったところで、まあ、内閣改造はね、それ以外に見るところもないのかなと。そうですね。はい。なところで、こちらが本番ですよ。はい。日本保守党が。そうですね。名前が発表されました。はい。だから私もね、あれ3時ぐらいでしたよね。3時ぐらいでした。13日の未明ですよ。深夜の3時ぐらいまで、その百田さんが、事前にそのフォロワーがね、20万人突破したら当面発表するって言ってたんで、私もね、今かと待ち望んでいたわけですよ。っていうのも、雑誌の締め切りまでに発表されなかったら、その締め切りと発売までに結構開くじゃないですか。開きますね。はい。そこでみんな新しい透明で話してるのに、うちだけ百田新党かっこ仮みたいな、ちょっと恥ずかしいんで雑誌として。なるほどなるほど。ちょっとできれば締め切り前に発表してほしいなと思ってたんですけれども、無事。無事よかったね。よかったですね。日本保守党、日本保守党、これいかがですか、この名称。百田さん日本保守党って言ってたね。だからまあまずはですね、このすごくねシンプルですぐにわかるね、もうこれがね素晴らしい。それでもうなんていうのかな、英語で言ったらイミディアットなんですよ。もうあ、そういう人たちの党だねというのを感じるね、すごいいい名前だと思いますよ。日本保守党でコンサバティブ・パーティー・オブ・ジャパンっていうね、そのロゴを見て、私もねやっぱこれ海外に一発で伝わるなと、ストレートに伝わるなと思ったんですよ。特にね、例えばイギリスとか大政党制で労働とレイバーとコンサバティブがいるわけじゃないですか。だからコンサバティブ・パーティー・オブ・ジャパンって言ったら日本のね、いわば保守を司るじゃないですけども、はい、非常にわかりやすいですよね。わかりやすい。でね、やはりこの今のね、はい、山田さんのお話僕は思ったんだけど、この我々がねこのもやもやしてる違和感の正体っていうのが、日本保守党の名前で分かったんですよ。だからどういうことかっていうとね、実は自民党っていうのはまあ保守から左翼までいるわけですよね。で、今の政治ってどうかっていうと、私の目から見るとアメリカが左翼に変わってるわけ。だから左翼政党の左翼アメリカ人がね、自民党の左翼政治家と組んで左翼政策を推進してるんですよ。ね、だからこれが安倍さんがやっていた時の保守の、ね、政治家である安倍さんがリーダーシップを取って、でまた共和党のトランプさん、保守側ですよね、と一緒にこの保守的な政策を打っていたと。だから我々岩盤保守は非常にこの安倍総理を支持したんだ。ところが今回、安倍さんの後に菅さんが入って、それで今のね内閣岸田さんに変わったけれども、明らかに変わったのは今申し上げたように、左翼勢力による左翼のための左翼の政治がですね、日本で行われてる。だから LGBT を強行したりとか、そういうことが行われてる、移民を推進したりとかね、こういうことをやってるんですよ。だから我々岩盤保守がやはりこの今左翼に乗っ取られたこの政治をですね、ちゃんと押し返す、このためにはね保守って名乗る政党が必要だったと思います。そしてまたイギリスの話になるんですけど、イギリスも二大政党制で、労働とレイバーとコンサバティブ保守党がいるわけですけども、真ん中にいわばどっちつかずの自由民主党っていうのがいらっしゃる。そうなんだ。リベラル・デモクラティック・パーティーっていう、キャメロン政権の時はこれ連立、つまり保守党にくっついてたんですよね。なるほど。公明党みたいな立場でさ、なるほどだったんですけれども、まさにね日本の自由民主党もイギリスの自由民主党も本当になんだかんだこう中道左派ぐらいのね感じなんですよ。だから本当にね、だから自民党の右に政党がいなかったっていうのが日本の悲劇でね、そうですね、そこが解消されるっていうのは、これ有権者にとっても非常に選択肢としてこれはありがたい選択肢なのかなという。いや本当ですよ。今までだって岩盤保守が投票する先がなくて、もう罰ゲームみたいな選挙が続いてたわけですよね。で今回はようやくこの保守って言われる政党ができて、名乗り上げて、これから選挙に臨んでいくわけだけれども、我々投票できるわけですよ、ね、彼ら日本保守党に。これね非常に大きいね。まだ具体的な公約政策集みたいなのが出てないわけですけども、昨日公式アカウントがこういったポストをしてまして「本日北朝鮮はミサイル発射という暴挙を複数回働いた」と。で日本保守党は日本政府に北朝鮮への制裁の拡大を求める。まず現在朝鮮総連の最高幹部と一部技術者を対象にしている再入国禁止の制裁を総連の中央委員と専従職員に拡大すべきである。ご賛同の向きは拡散願いますと。でこれね非常にバズってたんですけども、最初にこの北朝鮮総連をね持ってくるっていうのがちょっと百田さんらしいなと思いますね。そうですね、素晴らしいね。やはり今までね、自民党にいろんな陳情してもですよ、保守派と言われる人たちに、陳情してもどうなったかっていうと、結局親中派とかに配慮して表に出てこなかったわけですよね。でもこれからは我々が言いたいことをストレートに、日本保守党が我々の代表としてね選挙で選ばれて言ってくれるようになるわけですよ。これってねものすごく大きい。でやっぱりねこれは非常に僕にとっては嬉しいことであって、実はね、今日14日でしょ、はい、昨日の未明に発表でしたね。はい、たまたまね朝8時からの番組僕出たんですよ。有本さんとね。有本さんと、うん。でもその話をずっとしてたんですけれど、やはりね私はまあいろんな政党との接点があるんだけれど、うん、私が考えてる考え方と一番この近いなっていうのがね、うん、やっぱ有本さんたちとの話。それからまあもちろん百田先生とも話してますけどね、考え方は近いなって気がしてますよ。だからまあぜひねこれから具体的な政策もね、うん、出てくるでしょうから、これは楽しみですよね。初っ端からね、この北朝鮮、朝鮮総連の闇に切り込む日本保守党なわけですから、はい、もちろんね敵も多いわけですよ。多いでしょ。今後いろんな敵と戦わないといけないのかなと思うわけですが、でね、その中のね、一つ批判なんでしょうかね、うん、なんかどこまでその少数政党でね、うん、力が発揮できるのか、政治力を持てるのかというと疑問だみたいな声、うん、上がってるじゃないですか、はい、それについてはいかがでしょうか。そうですね、票を割るなとかね、いろんなこと言う人がいますけど、うん、みんなが日本保守党がいいと思ったら投票すればいいんですよ、はっきり言って、うんうん、まずそれが一つね、はい、それからもう一つね、もう自民党のね、いわゆる保守と一緒にやればいいとかね、いろんなこと言う人いるわけ、うん、はい、だけど自民党に任せていられないよねっていうことで旗揚げしたとこじゃないですか、うん、でなんで組むんだと、なんで組まなきゃいけないんだって僕はこう思いますよ、正直ね。で、またですね自民党のいわゆる保守派って呼ばれてる人たちが、うん、今回ね LGBT というリトマス試験紙があってですね、それで化けの皮が剥がれたわけですよ。うん、ね、安倍総理が暗殺される前は、うん、保守的なことを言ってた人の中でね、うん、この LGBT の法案を通すために奔走した人間がね、うん、保守と呼ばれてた人の中にたくさんいるわけです、うん、ね、何名かいるわけですよ。でこういう人たちの化けの皮が剥がれたよね、うん、っていうのはありますよね。思い出した、新藤義孝が経済再生担当大臣になってましたね。足元のね川口市じゃまあトルコ国民というかクルド人の問題あるわけじゃないですか、散々ね。はい、でこういう問題ほっぽらかしにしてね、はい、LGBT 一生懸命やっててね、はい、頭の中はね LGBT とあともう一つを、まあちょっと口がはばからんで言いませんけどあれしかないのかと思いますよ。木原さん以来ちょっとお高めだったらしいですけどね。なるほどね。シャロさんが経済に詳しいって聞いたことないですけど、だからまさに論考交渉なんですかね、あれ。そうでしょう。どうやって経済再生するんですかね。すいません、話それちゃいましたけども。いやいや、まあまあむしろですね、自民党の人たちはね、保守であるならばですよ。はい、本来なら LGBT 法に反対をすべきだし、そういう意味ではね僕は全員を非難するわけじゃなくて、はい、例えば高取さんとか和田さんとかね、うん、杉田さんとか、うん、まあ投票にまあ行かなかった人ね、うん、彼らのことは僕は信用できる人だと思うし、うん、またむしろね、まあ彼らがどうするか彼らが決めることだけれども、うん、やはり保守の人がこう日本保守党に集まってきて、投票するようになればね、まあ、自分の政治信条に近いんだらもちろんこれは百田さんと有本さんが OK しなきゃ入れない話なんですけども、うん、まあいろいろなことを考えたらいいんじゃないですかね。やっぱり本当に自分が保守な政治をやりたいんだったら、うん、それができるところに行かなきゃダメですよね。思い出すのが6月の中旬ですから、だから LGBT 法案がまあおそらく通りそうだってなった時に、うん、百田さんがねスーツ着て珍しく、うん、でネクタイ締めて、うん、でも俺はもうけしからんと、うん、でも新党立ち上げないとあかんのかと、うん、怒り悲しみを忘れるなというところで、あれを百田さんの感じをなんかちょっと霊障的に見るというかね、なんかこう頑張ってる。うんうん、まあ怒りじゃないですか、自民党怒りですよねっていうのを、いやどうせ無理なんだからみたいなね、こうちょっと斜に構えるじゃないですけどなんかニヒリスティックなね、うん、でもそれってもう諦めじゃんって思うわけで、そうそれ諦めたらもう終わりでしょう、終わりだ、そうそうそうだし世の中に一定数そういう人はいるんですよね、うんうん、だから、ね、まあ、それがね、うん、ちょっとね頭いいと思ってるというかね、なんか自分分かってますよみたいななんかね、まあそうやってナルシズムに浸ってるわけですよ、はっきり言ってでだからまあそういう人たちも一定数いるんだけど、はい、まあ我々はねやっぱりまあ旧百田新党ことです、過去仮こと日本保守党を応援してですね、はい、まあしっかりとこの今左翼化した政治をね、元に戻していかないといけないのかななんていうのが、まあ今感じてることですよね。といったところで10月17日でしたっけ、その正式な決闘日がね。そうですね。なので楽しみに。そうですね。ぜひパーティーに皆さん行きましょう。といったところでね。私なかなかこの立場上あまり言われないですよ。あ、そうだな。言いにくい部分もあるんですよね。結構。そうだろう。なんですけど、私はもちろんめちゃくちゃ期待してます。はい。というところだけもしかしたらこれ百田さんもご覧になってるかもしれないです。そうですね。百田さん期待してます。ということでありがとうございます。どうもありがとうございます。